どうも、本日は二軸走法を習得する方法をご紹介させていただきます。前回は二軸走法の走り方をご紹介させていただいたんですが、実際にやってみるとなるとなかなかうまく二軸走法が走れなくて一軸走法になってしまっている方も非常に多いので、今回の動画を最後まで見ていただくことによって二軸走法をしっかり身につけることができますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。二軸走法が走れない原因というのは大きく2つあります。まず1つ目が股関節周りの筋力が弱いということです。ランニングは片足立ちの動作の繰り返しになります。もし足が着地した時にお尻周りの筋力が弱いと骨盤が横にスライドしてしまって足が内側に入ってしまいます。そうなると二軸走法ではなくて一軸走法になってしまいます。しっかりとお尻の筋力があれば骨盤が横にスライドせずに足の上に股関節を乗せられるようになるので、しっかりと二軸走法で走ることができるようになります。2つ目の原因が癖です。例えばモデルさんです。モデル歩きをしている人は一軸で歩く癖がついています。そのように普段から一軸で歩くような癖がついてしまっている方も、たとえお尻の筋力があっても癖で足が内側に入ってしまっていますので、その癖を修正する必要があります。ですので本日はこの二軸走法ができなくなってしまっている2つの原因を同時に解消するエクササイズを2つご紹介させていただきます。それでは早速ご覧ください。両手を肩の高さに広げ、斜め前に足を突き出しランジを行っていきます。この時足、膝、股関節が一直線になるようにしてください。深く腰を落としたら反対も同様に行ってください。これを左右交互に行っていきます。左右それぞれ10回ずつ行っていきましょう。この時姿勢は腰をしっかり立てて行ってください。骨盤が後傾し腰が丸くなってしまってはいけません。お辞儀するように体を前に倒してしまってもいけません。斜め前に足を出すランジが行えたら、今度はその幅を狭めてみましょう。これも左右それぞれ10回ずつ行っていきます。最後に股関節の幅で足を前に出してランジを行います。左右10回ずつ行いましょう。この時やってはいけないランジの方法をご紹介します。つま先を内側に向けたり、つま先を外側に向けるランジは行ってはいけません。必ずつま先は前を向けて行いましょう。膝が内側に倒れてしまったり外側に倒れないようにしましょう。膝もしっかり前を向けて行いましょう。足を股関節よりも内側に前に出さないようにしましょう。手を壁につき、壁側の足を持ち上げます。この時、股関節の真下に足が来るようにしましょう。骨盤が横にスライドし、股関節の内側に足が来ないようにしましょう。必ず股関節の真下に足が来るようにしてください。次に、この姿勢のまま持ち上げている足を前後に揺らしていきます。足を揺らしている間、骨盤が大きく前後傾しないように気をつけてください。足を30回揺らしていきます。次に反対も同様に行っていきます。壁側の足を持ち上げ、股関節の下に足が来るようにします。その姿勢のまま足を前後に30回揺らしていきます。徐々に支えている足のお尻の横が辛くなってきます。
い、実際にエクササイズの動画2つ見ていただきましたが、この2つのトレーニングを行っていただければ、股関節周りの筋力がしっかりついて、かつ足が内側に入ってしまう癖も修正することができます。これに加えて、二軸走法で走れていない方は、普段の歩く動作でも足が内側に入って一軸で歩いてしまっている方がほとんどなので、普段の歩く動作の時も、この股関節の幅、その幅に足を置いていただいて、二軸で歩くように意識してみてください。ですので、今回ご紹介させていただいた2つのエクササイズと、普段二軸で歩く癖をつけていただくことによって、ランニングの時に足が内側に入るということがなくなって、確実に綺麗な二軸走法が身につきますので、ぜひ今回の動画の内容を参考にしていただければと思います。綺麗な二軸走法ができれば、今あなたが行っているランニングよりももっと楽に走ることができるようになりますので、ぜひしっかり綺麗な二軸走法を身につけていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。